お疲れ様です。はい。見ましょう、皆さんで、僕のテレビを。え見ましょう。なんでです、なんでです、もう一回。どうも、しゅんです、こんにちは。ちょうど昨日ですね、僕が、なんていうかな、初めてテレビに出たんですよね。おありがとうございます。めでて。それのね、放送をみんなで見ようということで、シェアハウスの住民の皆さんと今から放送を見ようと思います。どんな風になったのか、まだわからないんですけど、今からみんなで見ようと思います。しゅんくんナイトシアター今日のキャッチはこちら、町の達人です。その道のすごい方を紹介するんですが、今回紹介するのはこの方です。はい、金沢大学3年の福田俊。アホみたいな顔してる。ブサイクだな。就活終わってないのに達人になってんじゃん。就活に。ちょっと待って、聞こえない聞こえない。どうも、しゅんです。こんにちは。どうも、サイバーエージェントの親泉凛太郎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも動画が使われるの嬉しいですね。大手 IT 企業サイバーエージェントで撮影した直撃インタビューの様子。あ、ダンボールはちょうど1年前だ。痩せてるよ、めちゃ痩せてる。痩せてるんですよ、ほら。突撃取材した方が今の大変です。あっちの方がいい。一番最初は制作したのは金沢大学3年の福田俊さん。きっかけは就活中に感じた。いや、なんかゴミ放置してる。東京の企業に就職したかったので、就職活動は東京の方で行ってたんですけども、実際に就活をやってみて、その都会と地方の就活に関する情報格差っていうのがすごいあって、企業と学生のミスマッチと学生間の地方と都会の情報格差を動画で解決できるんじゃないかっていうふうに思いまして、今の自分の活動と絡めて何かできるんじゃないかって思ったのがきっかけです。でもちゃんと話す。達人。人気を示すチャンネル登録者数はおよそ19,000人と移動しました。そんな福田さんの仕事道具がこちら。やっぱり人の三脚俺らだ。パソコンとありますが、なんとここで衝撃の事実が。面白すぎる。解釈させていただきました。 MacBook をおごらせてください。自分のものに行くさ。実際におごっていただいて。あ、そうです、山本龍樹さんにおごっていただいて。それもそのあちらの方の YouTube ブロガーなんですけどね。 YouTuber って知りたくて無料であれ手にあるのすげえ。動画の投稿は3日で2本。え、ホビスこんないいところにやるの。毎日のように動画に出かけます。これ光栄です。この日訪れたのは渋谷駅向かいにある商業ビル、渋谷ヒカリエの17階。企業のめちゃくちゃ協力的だったんですよね。執行役員に参加してもらい、採用面接をテーマに撮影が始まりました。これ1回なくしちゃったんですよ。取り直しなんですよ。1万人。え、これ2回目なの。2回目です。後日、しかも執行役員の方なんですよ。人生の中で一番の挫折経験。データなくしたことだろ。しかも朝8時ですよ、これ。早朝に出勤していただいて。こうしたリアルな体験こそが動画の質を高めると。すごいやん、すごい。いやでも中の下なんだよな、顔面が。中レベルにはあると中レベルだと軸してるよね。この動画見たらこういう面接が雰囲気が分かるっていうのが自分の中で理想だなと思ってて、そこの不透明な部分を透明化していきたいなっていうふうに思ってます。東京のオフィス街を颯爽と歩く福田さんですが、まだ21歳の大学生。はい、普段は300円のお蕎麦なんだそうですが、絶対嘘じゃない。嘘じゃない。あどけなさの残る達人です。今日の街の達人は就活動画を制作する金沢大学3年の福田俊さん。すごい、ちゃんと密着感出てますね。動画の編集作業に取り掛かります。これ次あれだね、情熱大陸だね。確かに日本を巻き込んだ就活生、地味に追われてる漫画家みたいな感じです。言い過ぎた。僕がいつも作業してるところです。作業を進める福田さんですが、実はこの場所、はい、都内にある別の会社の一角なんです。え、そうなんだ、貸してもらってんだ。そうなんですよ。さらにこちらの会社でも編集作業。
はあれです。ちょうどうちお磯を端っこ借りてるみたいな。情報感度が高い子が入ってきてくれると、めちゃめちゃ優しそうなんです。優しいですね。で、じゃあうちの子を使ってよみたいな形でお話しさせていただいたっていう感じでございます。そこで気になるのが福田さんの収入ですが、いや全然ですよ、貧乏ですよ、マジ貧乏です。年収わからないですか、言っちゃうわけ。あ、まあ、でも去年のとか言えばブラックサンダー、去年だって収益化できないんですか。あ、ブラックサンダー分かり、分かり、同じ部分に分かりやすいじゃないですか。いやでもあれですよ、本当に新卒3年目とか1年目とかだと思います。え、すごい夢ある。いや、そんなもらってないお前の会社の2、3年目そしてその熱意が今新たな活動に結びつこうとしています。もうチェックしてるじゃん、ニュースの。ツイッター見てる。僕としても動画、そのタイアップ案件とかも撮るときも、うんうん、その自分がいいなって紹介したいなっていうサービスをしかやらないっていうふうには決めてるので、うんうん、徐々に広がりを見せている福田さんの活動。現在大学3年生ですが、来年1年間は休学し、この授業を来月から休学に入るんですね。挑戦していきたいと考えているようです。まあ、まだまだ全然規模も大きくないので、まだまだだなって思います。まあ、学生がやってるって強みがあるかもしれないです。そうですね、本当そうですよね。学生だからできてる。でもマジでそうですよね。今多分大学生だからって注文されてるだけで、大学卒業するから。いや、今検証しなくていい。いや、もう大したことしてないんですよ。やっていかないといけないなっていうのは思ってます。今の自分の強みとその時代の流れっていうのを見て、やっぱそのちょっとずつ変えていかなきゃ取り残されるというか、変わらないことは大きなリスクだと思う。なんか良さげに作られてますね。毎日なんかね、アンテナ張りながらいつもこんな感じでずっとこんなにまっすぐな目している。自ら道を切り開いていっている、本当にたくましい。ありがとうございます、アナウンサーさん。そんな福田さんの格言、うん、見ておきましょうか。こちらです。はい、相手への想像力を持つ。例えば YouTube でしたら就活だったら相手の企業、ビジネスのクライアント、そういった住民の川口入ってもね、勝手に物を借りちゃう。こんにちは、情報で言えないことができる会社だよ。しがらみなくと、変わらないことがリスクなんだっていうのが私には結構刺さりましたね。なるほど、はい、以上。あ、そしてこの、福田さんの YouTube を見たいという方は YouTube で旬ダイアリーと検索してください。突然でした。おお。いやでもすごい嬉しかったです。僕はなんか普段の一日をこうやって取材していただいて、地元の友達とか LINE に来てく、 LINE をしてくれたりしたので、ありがとうございました。それ嬉しい。身近な人が喜ぶとかさ、なんか知ってもらえるってすげえ嬉しい。いや確かにお母さんから LINE 来ましたもん。嬉しいわ。それ、はい、何て来たの。え、見たよってだから一個一個積み上げてってコツコツやっていって、いつかその大学生とかいろんな肩書き取っ払っても取り上げてもらえるような人になりたいなっていうふうに思います。はい、はい、ありがとうございました。見ていただいて皆さん頑張りましょう。お世話になっております。ねえ、シェイ君、前例がないってことは、はい、チャンスだよ。確かに。頑張りなさい。頑張ります、ありがとうございます。俺らも頑張りなさいって言われてない頑張りなさい。ということで、今後も旬ダイアリーをよろしくお願いします。ということで、今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いしますじゃあな。声ガラガラなんですよね最近。ありがとうございます。See you.